看護。看護、看護は、個人や家族、地域社会が最大限の健康を取り戻し、できる限り質の高い生活ができることを目的とした支援的活動である。職業人である看護師の行う実践を指す場合が、多いが、患者の家族などが、病気や障害などを理由に生活上の困難を抱えている患者などに対して、日常生活における世話や、 情緒的に支えることなどを含むこともある。看護を職業として実践しているのは看護師、看護師、ナースであり、疾病者や徐府、徐婦、イコール出産後の女性などの療養上の世話、または診療の補助などをすることを業とする人のことであ、コメディカルに分類される。看護師を育成する教育は看護教育である。看護を学問的に支えるのが、 看護学であり、他の成熟した学問分野と同様、医学や哲学など、他の学問領域の知見や、各国の世界観、価値観のような文化的な背景を踏まえ、人のより良い生に関わっていくための知識や技術、様々な理論を発展させてきた。こうした看護理論や、その他の知見は、実際の看護の根拠や基盤となって、その発展に寄与している。看護は、 他の医療職種の活動に比べて、対象者の個別の疾患や機能と、その回復に関心を持つだけでなく、人の生き死にや生き様、ま、個人を取り巻く家族や環境など、全人的な視野と関心を持って行われてんに特徴がある。看護師が行う看護とは、看護学及び医学などの近接した学問領域の専門的知識や技術も活用しながら、 対象者の状態を把握、事前評価し、問題点や介入のポイントを診断し、対象者の個別性に合わせた介入方法を看護計画として立案し、実際のその計画を実施し、その実施内容を評価しながら、計画を改善を行うといった一連の看護過程を展開させながら、その時の対象者にとって最も健康的で質の高い生活を送れるように、 援助すす。ることを指す病院で入院患者に対して提供される看護は24時間継続して提供できるよう複数の看護師が交代で行うことが一般的である。その他病院や診療所の外来部門、各種健康診断、訪問看護といった保健医療サービスやまた特別養護老人ホームなどの福祉サービスなど広範な場面で看護は提供されている。 国際看護師協会、イクン、インターナショナルカウンシルオブナーセスは、イクン看護師の倫理考量の中で看護師には、以下の4つの基本的責任があるとしている。看護師は、医師の指示のもとに、検査、治療、処置、予約などの治療活動における、患者援助に携わり、また様々なケア、患者の身の回りの世話をはじめとして、生活への様々な援助に携わっている。 現代では、専門職である看護師の業務を行うためには、多くの国でその国が定めた、看護専門学校や、看護大学等の看護師養成課程における基礎、看護教育を受けた上で、国家試験などの資格試験に合格、看護師免許を有している必要がある。職能団体として一家が存在する、雇用機会均等法に関わらず、 看護は引き続き女性優位の職業であった。例えばその男女比は、カナダと米国ではおおよそ1時19分にもなる。この比率は大抵世界でも似たようなものである。特筆的な例外は、フランス領土アフリカベナン、ブルキナファソ、カメルーン、チャド、コンゴ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ジブチ、ギニア、ガボン、マリ、モーリタニア、ニジェール、ルワンダ、セネガル、 東後であり、これらは男性看護師の方が女性よりも多い。欧州ではスペイン、ポルトガル、チェコスロバキアが男性比率20%超えである。米国では1980年代から2000年代にかけて男性の登録看護師の数は倍増した。看護についての多くの神話があり、最も一般的なものはすべての看護師が女性であるというものである。 看護産業は女性によって支配されているが、男性看護師も存在する。2011年の調査では、米国の全看護師の91%が女性で、9%が男性であった。女性の方が多数であるが、男性看護師はより多くの賃金を受け取っており、男性看護師は年間平均6万700ドル、女性看護師は年間平均5万1100ドルであった。 男性看護師は麻酔看護師、サーティファイのレジスタードナースアネッサティストとしての資格を持っていることが多く、それは41%に上った。かつては、ナースキャップ、衣装、靴、靴下、ストッキングなどはすべて白色のものを着用することが多かったため、白衣の天使と呼ばれた。しかし、2002年の看護婦から看護師への解消と、 ほぼ同時期にナースキャップの使用を取りやめ、黒や紺のハイソックス、膝サポーターも着用する医療機関も増えてきた。施設によっては緊張を緩和させるために小児病棟で子供に人気のキャラクター柄や手術室などで花柄などのウェアを着ている場合もある。このため、看護師イコール白衣の天使という概念はあまりない。また、ナースキャップはのり付けされているため、 海苔を栄養として MRSA など菌が繁殖しやすく、院内感染を防ぐために看護師にナースキャップを着用させる医療機関は少なくなった。日本において看護に関わる資格は4つあり、保健師、助産師、看護師、準看護師である。英国にて法的な認可看護師となるには、看護助産師審議会 NMC の認証を受けなければならない。 1997年のザ・ナーセス、ミド・アイブス・アンド・ヘルス・ビジターズ・ワクト・ポーにより、認可看護師、レジスタード・ナース資格は、この審議会の規制を通過した者ののみが使用できる。一般資格は、RN と呼ばれる。またナース・プラクティショナーがあり、資格者は、毎年3、400万の麻酔主義を行っている。フィリピンでは、医師が、看護師の資格を取り海外で出稼ぎする。 主人公が看護師である作品に絞る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。